キース・セオドア・オルバーマンは、アメリカ合衆国のニュースキャスター、スポーツキャスター、作家、政治評論家。ESPN のスポーツセンターでのダンパトリックとの共同ホスト及び、MSNBC における1時間番組、カウントダウン・ウィズ・キース・オルバーマンのキャスターとして知られ、現在は ESPN2 のオルバーマンのホストを務める。1959年、ニューヨーク市で生まれ、 1975年、16歳でコーネル大学に入学。大学在学中は学生ラジオ局 WVBR のスポーツディレクターを務めた。1979年コミュニケーションアート専攻で大学を卒業。キャスターとしてのキャリアを開始した後、はじめの25年間はスポーツジャーナリズムの世界にいた。1980年代は CNN において、 スポーツコメンテーターとして活動し、カリフォルニア共同プレスによる最も優れたスポーツキャスター賞を3度受賞している。その後、1992年から1997年まで ESPN のスポーツセンターのキャスターを担当。その後一度 MSNBC に移籍するが、1998年から2001年まで FOX スポーツネットのスポーツキャスター兼プロデューサーと、 なり、フォックスの野球中継を担当。フォックスを退いた後、MSNBC に戻り、2003年、カウントダウンを開始する。この番組において、オルバーマンは、ニュースコメンテーターとして、独特な立ち位置を確立し、政治家に対する、鋭い批判が人気を集めた。特に、ジョージ・ W ・ブッシュ前大統領への批判などが、有名である。 2007年から2010年まで NBC の NFL 情報番組フットボールナイトインはアメリカに出演した。2008年にカウントダウンの契約を4年間延長したが2011年1月21日放送会に突然番組終了を発表。グンなイグッドラックというセリフと原稿をカメラに向かって投げるお馴染みの演出で番組を締めくくった。 交番は数週間にわたる協議の末の決定だったが、看板アンカーが契約途中で辞めるとあり、直前に決定したコムキャストの NBC 買収の影響ではないかと、憶測を呼ぶも、MSNBC のスポークスマンは、その可能性を否定した。2011年2月8日、アルゴは元アメリカ合衆国副大統領が立ち上げた、ケーブルテレビ局カレント TV へ移籍し、 ニュース番組のアンカーを務めるだけでなく、チーフニュースオフィサーとして、番組編成などのマネージメントにも関わることになると、発表。新番組は5月より、カウントダウンと同じ平日午後8時に放送されて、いたが、2012年3月に突然解雇された。2013年8月より、自らの名前を冠した。 ESPN2 の番組、オルバーマンの司会を務める。カウントダウンは、通常のニュース番組として始まったが、徐々に、論説よりの番組となった。ワーストパーソンインザワールド世界で、最悪の人が有名。共和党の政治家や、右翼よりの人物、ジョージ・ W ・ブッシュ政権のメンバー、ジョン・マケイン元大統領候補、サラ・ペーリン元アラスカ州知事などが批判の対象となっていた。 またラッシュリンボーやライバルニュースキャスターであるビリオライリーもたびたび批判しており、オルバーマンはしばしば世界で最悪だと評する。2007年1月、ワシントンポスト紙のハワード・カーツは、オルバーマンの番組をビリオライリーの番組、ザ・オライリーファクターに対抗するリベラルなものと位置づけていると書いた。また、 保守派のメディア監視団体メディアリサーチセンターは2005年6月30日から1年間、オルバーマンの番組の中で世界で最悪とされた人々を分析した結果、600人の世界で最悪リストのうち29%が彼らの定義によるところの保守派であり、6%がリベラル派であったと報じた。またオルバーマンはリベラル系政治ブログデイリーコスにも寄稿している。 これらのことから一般的にオルバーマンはリベラルであるとされることが多いが本人はこのような分類を避けており彼自身は自らを私はリベラルではない私はアメリカ人であると表しているありがとうございます